こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、サーモンが1キロあるのでサーモン丼を作りたいと思います。じゃあ、作っていきたいと思います。で、今日もご飯を7合用意しています。で、そこにサーモンを乗せます。で、本当はね、綺麗に広げて乗せた方がいいんでしょうけど、ちょっと量が多いんでね、今日はもう豪快にガバッと乗せちゃいます。真ん中をくぼませてあるんですけど、ここには卵黄を入れたいと思います。卵黄は7個使います。そしてイクラもあるので、イクラをちりばめます。イクラめっちゃ綺麗ですね。そしてネギをかけます。完成です。じゃん、海苔もかけました。うい器の重さを引いて 3.4 キロですね。で、今日もお味噌汁が 600グラム あるので合わせて4キロです。いただきます。今日もね、手作りの海鮮丼のタレにわさびを溶かしています。これをかけます。じゃ、足りんくなったらね、まだあります。美味しそう。そのまま食べてみましょう。サーモンとイクラの部分を。ピンクのサーモンに赤いイクラで、緑のネギがあって、彩りがいいですね。うん、サーモンにめちゃくちゃ脂が乗ってます。で、イクラがプチプチしとって美味しいです。卵を割ってみます。わー、いいですね絶対美味しいですね。うん、黄身の濃厚でまろやかな感じが合わさって、さらに口の中でとろけます。この海鮮丼のタレがね、甘くてご飯とめっちゃよく合います。サーモンって歯応えがあって、脂がのっとって最高ですね。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。サーモンがたっぷりのっとって、卵黄、イクラがのっとって、めっちゃ贅沢でしたね。簡単なので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。